まずは自民党を倒して次に政権交代する必要があるんだけれども、自民党と同じように監視を強めなければならない者たちが次に政権交代するってことです。みんな何でもいいから野党側が塊になって政権交代すりゃいいだろうって言ったら、じゃあ今の自民党よりもマシな世の中になるんですかって言ったら、私はそうは思わないんです。政策見てる？政策見たら分かりますよ。例えば立憲民主党の経済政策なんて、とてもじゃないけど採用できません。今この社会の中で金利を上げようとしてるんですよ。皆さんどうですかね。金利を上げられてしまって中小企業、零細企業の経営者でこれ借り入れ、これ続けられる人たちってどれぐらいいます？かなり厳しいはずですよ。そう思いません？で、逆に言ったら自民党も、はっきり言っちゃえば自民党も立憲民主党もこれ新自由主義なんですよ。で、維新もそうです。逆に言ったら小さな政府の思考がなんですよ。で、30年景気が悪い国の中で小さい政府、つまりは政府がお金出したりとか底上げしたりっていうのを大胆にやらないっていう思考の人たちが政権を交代したとしても、そこまで大きく景気が回復することはありえないんですよ。悪くなることがあったとしてもってことですね。だからそこに対してどういうふうにストッパー入れていくのかってことが非常に重要なことなんですよ。だから次の選挙で政権交代をするっていうことに関しては私は否定しないけど、そこに私たちが一緒になって力を合わせるってことはないんです。ないんです。だってそんな話どこからも出てきてないし、逆に言ったら政権交代をするためにお前たちが犠牲になれになるんですよ。私たちが、候補者を出さないっていうことを決めなきゃいけないんですよ。それ前の選挙でやってるんです。2021年の選挙でちょっとマシの政権交代を繰り返していきながらマシな世の中にしていくってことは理解できますよ。私だっておそらくあなたの言いたいこともそういうことですよね。自民党を倒さなきゃいけない理由は何なんですか。あまりにもひどいからでしょ。でも残念ながら政権交代今のまましちゃった状態であるならば、経済の認識も全くこれずれちゃってる。立憲民主党がこれ政権交代した場合にははっきり言って景気もっと悪くなる可能性高いんですね。だけど私は少なくとも公文書の改ざんまではあの人たちやらないだろうなと思うんですよ。で、例えば機関統計を偽装したりすることもしないだろうなというふうに思うんですよ。だからそういった意味で自民党よりもマシな政治は誕生することはこれはあるだろうなと思ってます。ただしその経済政策っていうのは絶対に変えてもらわなきゃダメなんですよ。で、私たちがそれ影響を及ぼすためにはどうしたらいいかって言ったら数増やすしかないんです。足並みを揃えるとか調和するとかっていうことに関しては一般社会においての人間関係ではものすごく当たり前の話なんだけれど、政治の世界においてはこれ方向性違えばこれ国滅ぼしますよってことです。実際に滅ぼしてるじゃないですか、事実上自民党が。で、3年の間民主党政権というものがあったけれども国壊してるじゃないですか。以前壊した者たちに託し続けなきゃいけないみたいな話にならないんですよ。そっから先さらにハイブリッドな形にしていくってことをやっぱり国民側が考えていかなきゃダメなんですね。そう考えたときに一番の近道は何ですか。今裏金であの立憲民主党が、ある意味相手側の敵質オンゴールによって政権交代したとしてもそれは歓迎します。さっき言った通り、何かしら偽造したりとか捏造したりとか、国民に自民党ほど嘘つかずに政治はやってくれそうだから。ただし本質的な問題で経済を理解していないという部分があるってことは、自民党の時よりもさらに経済が悪くなる可能性を秘めてるってことです。じゃあどうしなきゃいけないのってことですけれど、私たちが次の選挙で数を増やしてちゃんと政権側に対して、その時に野党第一党側に立憲民主党がいたとしたら野党第一党側に対して経済政策だったりとか国会での戦い方っていうところに対してちゃんと軸足を置くように、私たちの政策をビルトインさせていくような形で交渉できるようにしていかなきゃいけない。遠回りに思えて私はそれが近道だと思ってます。それがない手前での調和とかっていうのは全く意味がない、何の意味もなさない。私たちがさらに小さい存在になっていく、数を減らすことにしかならない。立憲民主党を勝たせるためにお前たちここの選挙区には立てるなっていうことに承諾しなきゃダメなんですよ。ありえないでしょそんなこと。私たちは令和新選組が拡大しないことには社会はさらに壊れるっていうふうに考えてます。だから旗揚げしたんですよ。
小沢さんと一緒にやってたのに、小沢さんは今立憲民主党側にいる。おそらく一緒に行ってたら私も今立憲民主党なんでしょう。でもそこと一緒に行く理由何かあるんですか。私にはなかったんですよ。今のペースでの政治の中での茶番を続けてる限りは、社会の壊れていくっていうこの状況は変えられないんですよ。だから与野党に嫌われる存在を大きくしていくしかない。それで旗揚げしたんです。今の与党にも野党にも期待してないんです。そもそも私が政治に対して不信感を初めて持ったのは民主党なんですよ。原発事故、それまで政治に興味なかったけど、最初から自民党がダメだってことで政治に打って出たわけじゃない。民主党政権に対して怒りを持って私は政治に挑戦をしたのが最初。そういうことです。ごめんなさい。もちろんね、今一番大きな政党は自民党なわけだから、自民党の中から次の総理が誰になるかってことを予想するのはある意味で現実的とは言えると思うんです。でもこれまでの30年の中で日本を壊してきた中心、自民党なんですよ。もちろん、民主党にもそういう側面があったかもしれないけれども、自民党なんですよ。つまりは自民党として活動してきた人間たちは、日本を壊すことに加担してきたものであるっていうことを考えなきゃいけない。だから踊らされちゃダメなんですよね。女性初の総理みたいな話で踊らされちゃダメなんですよ。何かって言ったら、これまで日本を切り売りしてきた売国政党のそれを支えた一員どもであるってことの目線が必要なんだろうと。言い方が、あまりにもちょっと乱暴すぎてね、びっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんけど、これまでがどうだったかってことを見つめないと、その人たちがこの先の日本を変えるかって言ったら変えない。変えると言ったとしても、これまで通り、大企業資本家に人々を献上するような、結果献上してしまうような状況、グローバル企業に繰り流していくっていうのは日本を前に進めるだけ。踊り子が変われと、その中身は変わらないんですね。振り付けは変わらないんです。そうだと思います。なので全く、今の自民党が倒れた後にちゃんとした政権を作っていくっていうのが一番いい部分なんだろうなと思います。はい。政権交代するために何が必要ですかって考えたら、これ立憲民主党と維新が一緒にならなきゃダメなんですよ。で、立憲民主党って今どういう、国会内政治をやってるかって言ったら、自民党に、これは寄り添ってるんですね。で、私たちが危惧するところはやっぱり戦争この先あるんじゃないかっていうところも危惧してます。経済政策とともに当然その戦争に近づいているっていう部分はひしひしと感じてるわけなんですけれども、そういったことに関してもある意味で経済安保情報っていう部分の、まあ、特定秘密保護法のそっちバージョンであったりとか、例えば NTT 法であったりとか、さまざまなものにもこれ賛成していくような方向性ですよね。自民党と変わらんものに対して政権交代してもらった後どんな社会が広がるかって考えたら、政権交代って何なのって思うんですよ。逆に言ったら自民党の失点によって浮かび上がってるだけの話なんじゃないのかって。またもう一度失意のどん底に国民を落とす可能性もありますよ。だって消費税上げないっつって上げて、 TPP 前に進めて、武器輸出っていう部分も前に進めたわけだから、それ考えた時に何でもいいから政権交代なんて勘弁してほしいって言うんですよ。政権交代が必要だって言うんだったら、立憲と維新がくっつけって運動した方がいいですよ。政権交代必要だと思ってんだったら。それ以外に現実的な政権交代は今目の前にない。だとするならば何が必要かって考えたときに、令和自体が人数を増やすこと、私たち自身が数を増やすこと、それによってそういった野党の塊っていう部分に対して私たちが太い経済政策と国会の中でガチで喧嘩するっていうものを持ち込む。そうであるならばまだ可能性はあるかなと思ってます。今の状況で政権交代って考えたときに、少なくとも維新と立憲が一緒にならない限り政権交代なんて起きないでしょうね。そう思ってます。なので今野党ってことを考えたときに、あれだけ腰の引けた野党第一党に対して私は政権任せられないなと思ってます。野党との連携をどうしていくんだって話ですけど、まず野党自身が、私はちょっと戦い方がおかしいと思ってます。この30年の日本を壊してきたのは自民党だけじゃないって話をしました。で、この状況に及んでも、例えば立憲民主党はこの国の軍拡で国内の軍事の拡大であったりとか、
さまざまなものに対してやっぱり賛成をしたりとか、 NTT 法もそうだし、それだけじゃなくて少なくとも自民党の穏健入りももうちょっと高派なのかな、よりあの考え方が今の執行部ね。それを考えるとやっぱりちょっと一緒にやれないですね、そう思うんですよ。で、経済政策っていう部分も大きくずれてるので、まかり間違って立憲民主党が政権を取るというような状況になったとしても、私は日本の景気はより悪くなると思ってます。それじゃダメなんですよ。どうしてか、そこでもう一度裏切られてしまったら民主党にもう次みんな立ち上がるっていう気力残ってる人さらに減りますよ。国変えられない。何なんだ、今苦しんでる人たちをどうにかするためには政権交代しかないじゃないかって話だけど、でも政権交代してその蓋開けてみたら、自民党の時よりも経済政策は悪くなって、もちろん福祉などの面においては少し良くなると思いますよ。でもやっぱり彼らの財政観というものが税金がどれだけ集まったからっていうようなことをベースにしてるってことですね。30年の疲弊があってっていう状況を考えたときに、通貨発行を十分にしてみんなの生活をまず上げる、今一番必要なことはみんなに対する軍資金なんだよっていう、その軍資金をもとに景気を上げていくってことを前に進めていくってことが大前提にないと無理なんですよ。そう考えたら今の立憲民主党の経済政策もそうだけども、国会の中でまあ怖い存在ではないですね、自民党にとってね。自民党にとっては非常に理解がある野党第一党ってことだと思います。だからそういったところと今連携するかつたら連携はできない。まず私たちが数を増やすってこと、それはその他の政党も一緒です。まず私たちが数を増やし、で令和っていうところを取り込んでいかないと、これなかなか前に進めないなっていう状態にしていくしかないっていうところですね。そう考えてます。ありがとうございます。政権を取らなきゃ世の中を変えられないのかということなんですけれど、95% イエスです。だって権力を持つってことだから、行政府の長を選ぶっていうことですね。究極は議会の多数派を握れば総理大臣を選べるんですよね、自分たちの身内から。それを考えたとしたら、当然その権力を執行できる権利を持っているのは与党側、政権与党になっちゃうっていうのは当然のことなんです。で、一方でその間野党は何ができるのかってことなんですけれども、さまざまな政策を執行していくっていう与党側、今で言うならば自民公明政権に対して、そこで行われている間違った政策であったりとか、その政策の上でずるいことをやってるとかっていうことに対してしっかりとそこを指摘していくっていうのが仕事なんですね。プラスここの部分もうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていう提案も含めて仕事なんですけど、自民党は基本的にそっちは聞かないです。逆に言ったら、そういうのはまあもうもらっといたれと、お前は知らん、これだけもらっといたるって、で新たに私たちこれやりますみたいなことを発表する。でも究極はそれでもいいんですよ。だって誰がゴール決めてもいいんだから、そうでしょ。この国の人々にとってプラスになることだったら、結局誰がそれを言い始めたかとか、誰がゴールを決めたのかってことは究極誰でもいいんですよ。だから逆に言えば、自民党があれだけの大きな数をずっと誇り続けて、この数十年の間ほとんど政権の座に座り続けてるの自民党ですよ。途中民主党ってこともあったけど、あんなもん 2,3 年でしょって考えたら、この30年の国の衰退を作り出した、言ってみれば国を切り売りし続けた、グローバル企業だったり国内のそういった大資本にこの国を切り売りし続けたっていうのは自民党なんですよ。だから自民党をまず引きずり下ろさなきゃいけないっていうことは間違いのない事実なんです。だからそれはしょうがないんですね。で、一方で自民党だけ倒せばいいのかって言ったら、そんなことは思いません。もともと民主党を名乗ってた者たちも本当にひどいやつらいるんですよ、中に。考えてみてくださいよ。消費税上げないっつって上げたんですよ。それによってどうなったかって言ったら、当然景気悪くなるんです。大前提として消費が弱る、消費が弱るという時期には所得も弱るんですよ。そりゃそうですよね。社会にお金が回らないから。景気が悪い時に消費税を上げるようなバカな国家は世界には日本しかないんです。消費税をこの不景気の間に何回上げたよ。89年に 3%、97年に 5%、97年に 5% に上げた、その翌年からは日本は本格的不況に入ったんですよ。その後はちゃんと景気が持ち直してないで、2014年にも上げてって。
で、その後はって、2019年にも上げたって。むちゃくちゃです、やってること。そんな国は存在しない。どうしてか？景気悪くなるから。景気悪くなったら国民弱るから。国の財産って何だって言ったら、この国に生きる人々なんですよ。この国に生きる人々の営みだったりとか、そういったものが弱っていくようなことをやっちゃったら、これ国が弱るでしょ？安全保障の問題なんですよ。30年。一握りの大企業であったりとか、資本家たちのためだけに、いろんなルール改正をして、人間を切り捨ててたのが自民党でしょ？小泉政権を思い出してよ。あそこから始まってるでしょ、大々的には。もっと古くは、橋本龍太郎の時代から始まってるかもしれない。中曽根の時代から始まってるかもしれない。でも大きな路線転換、ドストライクの新自由主義に走り出したのは、小泉政権以降じゃないですか。竹中平蔵さんみたいな人たちと手を組みながら。その間中ずっと国の中は食い物にされ続けているのに、他の野党も政治家も育てずに自民党だけに投票してるって、完全に思考停止じゃないですか。飼い主は誰なんですか？奴らの飼い主は皆さんじゃないですか。政治家なんて公僕に過ぎないんですよ。下僕ですよ。私も含めて皆さんの。それを考えた時に、何かしらお偉いもんだとかお神だとかっていうふうに思い込んでるっていう感覚がもう違うってこと。言うこと聞かせなきゃダメなんですよ。コントロールできるのはあなたなんだからって。 50% の人たちが票を捨ててる社会でどんな世界が広がるかって言ったら、10代20代30代の死ぬ原因の1位が自死っていう社会が広がるんですよ。まさに今じゃないですか。この世が地獄、老いも若きも。この結果は急に現れたものじゃない。過去からの積み上げによって、その答えが私たちの目の前に現れてるだけなんですよ。じゃあどうしますかって言ったら、変えるしかないでしょ。じゃあ誰が変えんのって言ったら、国民が変えるしかないんですよ。政治家がろくなもんじゃないからなっていうことで終わっちゃったら、余計にろくなもんでもない社会がよりこれ増大していくだけなんですね。だから変えるしかないっていう話なんです。あなたが、あなたの隣やあなたの周りにいる人たちに、少なくとも選挙などに興味がない人たちも含めた上で一緒に投票に行くってことになったとしたら、これ間違いなく投票率上がりますよ。でも投票率上がるだけじゃダメなんです。どこに入れればいいかとか、どんな政策がいいかってことを自分の頭で考えるっていう投票者が増えない限りは、なんとなくテレビでよく見るなっていうような自民党だったり維新だったりっていうところ、立憲民主党だったりみたいなところに入れていくってことになったとしたら、社会は壊れていくしかないんですよ。ただそのスピードが速いかゆっくりになるかだけの話。今もう一回みんなの方に、政治に、政治が向いてる方向性っていうのは皆さんの方じゃないんです。申し訳ないけど目の中に入ってないんですよ。6年間最初に2013年東京から送っていただいた参議院に、そこからの6年間で国会の中を見たときに絶望に包まれましたよ。ここまで腐ってて、ここまで死んだような状況がこの国の国会なんだなって。で、この6年の任期が終わる前に自分の中で冷静に考えた。これ続けるべきなのか、やめるべきなのか。続ける意義はありますよ。続ける意義はあるけれど、それってただの自己満足、ただのガス抜きにしかなってないんじゃないのって思った。でもそうじゃないんですよ。ここから数を増やしていって、この緊張感のないダルダルになってるおっさんらをピリッとさせて、緊張感を持たせるには本当に嫌なこと言うなこいつみたいな、それはお前口に出しちゃダメだろ、お前永田町のルールだろみたいなことを、関係ないわってことで粉砕していくような奴らをたくさん作っていくっていうことで、変えていけるきっかけになるんじゃないかと思って、令和新選組を立ち上げたんですね。一人で立ち上げたものが8人になったんですよ。で、これは700人国会議員がいる中で8人なんて本当に最弱と言えるぐらいの勢力ですよ。でも最弱の勢力に対して何とか潰してやろうっていう政党がたくさんあるんです。どうしてかって、目障りだから、ちっちゃいうちに目は積んどきたいから。で、何が一番嫌かって言ったら、本当のこと言われるのが嫌なんですね。例えばですけれど、今回の予算、毎年予算1年分決まりますよね。これ本予算って呼ばれるものですけれども、これは1月ぐらいから衆議院で始まるわけですよ。1月の後半、2月ぐらいから始まって、大体、審議されたら次参議院に移りますってことなんです。衆議院でこれ審議するときが一番重要なんです。参議院に移っちゃったら、
参議院は30日のルールで自然に成立しちゃうから、参議院で抵抗しても無駄なんですよ、事実上。抵抗しますよ、散々。一番は衆議院で粘って、いろんなもの勝ち取らなきゃダメなんです。今年の予算で一番の目玉になったことは何かって言ったら、裏金問題だったんですよ。もちろんこれは大問題ですよ。不記載。レコードを残さずに金をポッポないないしてるって。猫ババなんですよ。皆さんに許されてませんよね、そんなこと。で、しかもあいつらは2000万、3000万パクったとしても、納税する気持ちすらないってことを平気で言っちゃうんですよ。もうそんな狂った奴ら刑務所行くしかないんですね、はっきり言っちゃったら。当たり前じゃないですか。ブラックコーヒーを買ったけれども、カフェオレのボタンを押してそれを飲んでましたっていうだけでも逮捕になるんですよ。サンドイッチ1個パクっても逮捕されるんですよ。あいつらだけどうして無罪放免なんだよって。自民党今回離党することには知らんがな、自民党離党することなんて関係ないわ、わしらにって思いません、皆さん。何の責任も取ってないわ、そんなもん。安倍総理に申し訳ない。お前、謝ってる先間違ってるわ、言うて。意味不明ですよ、そんなの。そうでしょ？何が言いたいかってことなんですけれども、大問題ではあるが、では、その予算というものを、予定調和で通らせないために徹底的に野党が抵抗をしながら承認喚問であったり下手をすれば議員辞職少なくとも安倍派の幹部の首は全員飛ばせという約束のもとじゃないとお前絶対に衆議院は通さないからなってことをどうして野党でやらないんだよって意味不明でしょだって自民党の4分の1の議員たちが犯罪者なんですよはっきり言っちゃえばけれどもそういうことさえもやらない野党なんだってことですよ。